今回のアカデミーは中学年代のガンバ大阪ジュニアユース。7月に行われた日本クラブユース選手権関西予選準決勝、滋賀の強豪クラブ相手に3対1で快勝。関西代表決定戦では千里丘 FC を2対0で下し、8月北海道で行われる全国大会への切符を手にし、大会に向け強化を続けるチームに密着しました。この日は大会開幕1ヶ月前、トレーニングを行い本番へ向けて強化します。大黒アカデミーストライカーコーチも選手たちにトレーニングの意図を伝えます。今シーズンよりコーチからガンバ大阪ジュニアユース監督に就任した町中大輔監督、関西大会の戦い、そして全国大会の意気込みを語ります。まあコロナの影響でなかなか練習ができない中で、すごい、ね、JA のクラブも負けてますし、不安要素がいっぱいあった中で、まあ出てる選手チーム全員で、まあ全国大会の切符を取れたことが非常に良かったというふうに思います。去年は全国大会なくて、今年はまあジュニアスの大会として僕自身も初めての大会になりますので、はい、まあ関西を代表して目指すは優勝ということで頑張っていきたいというふうに思います。はい、大会まで2週間、この日は J リーガーも輩出している名門京都立花高校とのトレーニングマッチ。年齢も上の強度の高い相手との戦いでチームの力を試します。全国大会では予選を勝ち上がった厳しい相手との試合が予想される中、絶好の相手となりました。開始早々は高校生相手でも技術の高さを披露。ドリブルで仕掛け、コンビネーションを駆使し、ペナルティーエリア内に侵入しゴールを脅かします。さらに中央付近からミドルシュートを放ち、攻撃的な姿勢を崩しません。しかしフィジカルコンタクト面で差を見せられます。前を向いたところで潰されてしまうと、さらに1対1の攻防でもサイドを突破されフィニッシュまで持ち込まれます。先手を奪ったのは京都立花高校、ロングフィードからうまく抜け出され失点。試合2本目となったこの場面でも怖がらず、最後尾からしっかりとビルドアップ、ボールを保持し組み立てる形は出しますが、ボールの収めどころで潰されてしまい、なかなかリズムをつかめません。しかしガンバ大阪ジュニアユースも中盤で巧みに相手をかわすと、ペナルティーエリア左手前から豪快なゴール。試合を通じてフィジカル面などで差を痛感、強度の高い相手と試合をすることで大会直前に貴重な経験となりました。試合後に長田斗亜選手に試合の感想をお伺いしました。やっぱこの夏ということで気温も関係してると思うんですけど、運動量がみんな少なくて、やっぱりフィジカルの部分でも相手がやっぱり上なので、そういう部分で上回られて、やっぱ今日はやられてしまったのかなと思います。みんなでここからゼロからまた1からですけど、一生懸命みんなで積み上げていって、最後に笑って終われるようにしたいです。8月、日本クラブユース選手権大会の頂点を目指します。